なか離れしているな。試験用に与えられた鋳造の舞台だというのに式に迷いがない。いいだろう。お前たちのギルド入りを認める。支度を終えたらギルド長に挨拶してこい。それで晴れて我々の仲間入りだ。お前たちは先の戦場で勧誘された傭兵だか。まずは名を名乗ってもらおう。ようこそギルドへ。私がこの組織を束ねるゴドフリー・スフォルツァだ。先ほどの試験を見たがなかなかいい腕をしている。大陸中探したって俺たちほどの腕利きはそうはいない。大した自信ですね。もっともそうでなければ使える価値がないというものです。イリアスか。ちょうどいい。彼らに挨拶。かしこまりました。本日よりあなた様の補佐を務めさせていただくリリアスです。どうかお見知りおきを。補佐だって？一体何の話だ。戸惑うのも無理はない。ギルドの習わしだ。手続きや弾を出すのに関しては全てこの者に任せるという。その方がお前たちも依頼に専念できるだろう。大将どうする。こんなお嬢ちゃんを戦場に連れて行くわけにはいかねえぜ。連絡や事務を補佐する者は必要だろう。助けにこそなれ。決してお前たちの邪魔にはならない。どうなっても知らねえぞ俺は。後のことはリリアスに聞くがよい。公平家業は全て自らの腕にかかっている。自分のため、そして何よりギルドのために力を尽くしてくれ。皆さん揃われたようですね。それでは早速ギルドの各施設をご案内いたしましょう。待て待て、そんなのは後回しだ。大将、まずは酒だ。新しい門出に乾杯といこうじゃないか。こんな日も高いうちにですか。一日逃せば千金を失う。今できることは済ませておいた方が良いかと思いますが。ああ、なんだそりゃ。大将、聞いたことあるか。お二人ともご存じないようですね。ならば今後のために覚えておくといいでしょう。とても役に立つ格言です。まったくわけのわからねえこと言いやがって。まさかその分厚い手帳の中に格言がつらつら書かれてんじゃねえだろうな。その通りですが、何か牽制ゴドフリーのためになる格言が書かれています。格言か何か知らねえが、そんなものは大将や俺に必要ねえ。とにかく今の俺たちに必要なのは酒だ。酒場に案内してくれよ。ですが団長はギルドの施設にご興味あるようですよ。大将。それでは団長、まずは雇用所のご案内からいたしましょう。
Thank you.